んにちは、エリオットゆかりです。今日本に来ています。昨日は富士山へも行ってきました。今日本滞在5日目です。料理全くしてません。急にしたくなったのでつづちゃんのキッチンを借りました。つづちゃんいちゃん久しぶり。久しぶり。今日は居酒屋ばっかり行ってるので居酒屋からインスパイアされたイカそうめんを使ったサラダを作ります。いろいろ日本の食材、三つ葉とか水菜とか、見てもう感動して、いいね日本のスーパーは。ねえ、住んでるとわからないけどね。わかんないけども、本当に思い出して泣きそうだった。いっちゃん日本大好きだからね。そうそう。じゃあこれで簡単なので覚えてください。はい、パーティー好きだもんね。はい、覚えます。はい。水菜、久しぶりに食べるけど水菜と三つ葉。はい。美味しいよね、三つ葉。美味しい、大好き。美味しいね。香りがいいからね。そう。で、これをこう混ぜて。はい。このまんまでも食べれるよね。このライムは？ライムじゃないよ、これ。すだち。日本人だよね。日本に住んでるんだよね。はい、すだちです。すだちです。イカそうめん。イカ美味しい。ね、こう切れてるのがもう、ね、買ったことない。え、売ってるの知らない。日本に住んでるの私結構イギリス在住だけどわざわざ知ってたし、知ってるし日本食のスーパーに行って絶対買うけどな、あったら。そうなんだ、便利だね。便利だから買おうよね。はい、今度買います。でもイカは好きなんでしょ。イカは大好き。だから自分でね、切ってる。えらいそっか。だから上手にできなくって敬遠しちゃうんだけども。これぐらい細くできるの？できない、できない。だからあんまりイカそうめんじゃなくて、イカうどんぐらい、イカ短冊みたいな。そうか。これが売ってるのが分かったので、今日習って作ります。そっか、もうすでに勉強になったね。はい、勉強になってます。でもうこれでほぼあれなんだけども、このタレを作ります。はい。あ、じゃあちょっと、あ、泣いてるよ。行ってきたら。まあでもいいんじゃない？行っとこうか。じゃあちょっとごめんなさい。はいはいはい。じゃあ私は続けて作ります。すりおろした生姜とニンニクをカップの中に加え、醤油、すだち1個分の果汁を入れます。あ、ついたついた。ごま油を熱している間に、こちらにごまをかけてください。たっぷりかけましょう。煙が立ってきたので火を止めます。そしてごまをめがけて油をかけてください。やっぱり家庭ってこういう音がするんですね。びっくりした。最後に鰹節を上に振りかけてできました。あっという間にできちゃった。あ、泣き止んだ、泣き止んだ。ごめんなさい、はい、言ってる間にできました。うん、美味しそう。イカでもイカ ね、 ね、イカはまだ食べれないよね。食べれないね。そうだよね。代わりに私、代わりに、はい、こんな感じだよ。え、このままいただいていいの？うん、いいよいいよ。抱っこしようか。抱っこできるかな。大丈夫。やだ。いやね、いやね。このままいただきます。重いよね。食べて。重い。重いよね。ごまついちゃってるし。重いのお母さん。美味しい。美味しい。ちょっと私も食べてみよう。イカと三つ葉がすごくマッチしてるし、この水菜っていうのがすごい。そう、あのさ、水菜って生で食べると結構なんか硬かったり、イガイガしたりするでしょ。だからこのちょっとオイルをかけるだけでも、そうだね、このオイルの熱々なのがかかるだけで全然違うね、食べやすさ、食べやすさがね。ご飯、ご飯欲しい。ビールご飯とビール、はい、ビール欲しいです。じゃあ乾杯しようか。うん、ね。今日も美味しくできました。今日はつづちゃんありがとう。素敵なキッチンで楽しく料理できました。はい、お役に立てて嬉しいです。今日はね、お礼にイギリスでパーティーすると、みんなが喜んでくれるカクテルを紹介します。これレモンティー、珍しいね。そう、それとビールを組み合わせちゃうんだけれども、同量をね、ここに入れてもらうだけなのね。レモンティーは美味しい。イギリスと比べてどんな感じ？最近売り始めたけどね。弱いんだよね。弱い。じゃあちょっと多めに、そういう人にはちょっと多めにあのレモンティーを入れてください。はい。そしてビール。なん
か恵比寿とかすごい久しぶり。はい、注いで注いで、そしてまあ軽くちょっと混ぜてもらうと、ああ泡が、はい、泡も立つしビールもあの固まらないので、なんかちょっとねいい感じの、ね、おしゃれだね、おしゃれです。でミントがあればね、はい、なくても大丈夫。はい、できました。わー綺麗、うん、じゃあ久しぶりに、うん、乾杯。今日はありがとう。美味しい、本気で美味しいと思ってるでしょ。本気で美味しい。よかった。またパーティーね多いでしょ、つづみちゃん、うん、ぜひ出してみてください。合うんだね。うん、よかった。美味しいです。大成功。久しぶりの日本はどうですか？暑い、でも楽しんでます。居酒屋に行ったりとかスーパーに行ったりとか盛りだくさんです。いっちゃんのことだから毎日飲んでるんだろうね。なんで知ってんの？でも飲んでるのも楽しいし会話も楽しいし、今のところ二日酔いになってません。偉い。